はい、ということで、じゃあ早速さあのやつ決めていきますよ、はい。マイシー一つ読んだ、決めていきますよそろそろマイシーまだもう一つですよねそうだそうだマイシーもう一つだ決めていけなかったよ今日も逃げられなかったよこれですかねあ3枚だけで決めたかったなあこれでいきますこれでいきますもう一つ、はい、あのいつも強制的に言わされるやつです、はい、ことぱん胸キュンカルタラジオネームこだまさんからいただいた忘れないなさよならって言いたくないからまたねうわー塩やなー塩だった心が折れた嘘もう無理なんで私は、うん、あのちょっと寂しくてしょうがなくてうるうるみたいな感じで言ってほしかったんよそんな引き出しはないじゃあ私がやりますね、うん、じゃあ振ってください、それでは胸キュンカルタ小玉さんからいただいたささよならって言いたくないからまたねなるほどねこれがちょっと私はシチュエーション的にこれを読んだ瞬間思い描いた私のなるほどね胸キュンカルタでしたうん私はどうも塩らしいですわめっちゃ塩なんだ楽しかっためっちゃダメかまたねってまたね行っちゃったみたいなでもそれはそれ で、ね、気軽に誘えない次もう一回あそうねまた行こうよって言えないあ次あんのかな今のえないのあるか友達としてはあるんじゃないでも信じちゃったよ私そのまたねを信じちゃったまたねを信じちゃったね、うん、この言葉をね、うん、またねってまたねない二度目がないまたねいっぱいあるからやだメイシーがどれだけ純粋かをねこの言葉の胸キュンカルタで私は日々思い知らされるわそんな簡単にまたねって使うなよじゃあそうまたねとは深い言葉なんですよなるほどねはいそれじゃあ選んでいきましょうそうですよ何や